大場春一11月26日隊は、日本のピアニスト、東京都出身、東京都立杉並高等学校卒、1965年、東京芸術大学音楽学部学理科卒業、在学中アタケ賞受賞、1968年西ドイツ、デトモルト音楽大学留学、1969年西ドイツ新進、演奏家オーディションに合格し、 ギーセン音楽祭に出演。1970年ザルツブルク歌詞講座において、芝イ・センボルーンの助手を務める。1972年帰国後、独奏者として、また、歌曲の伴奏者、室内楽奏者として、活発な演奏活動を開始し、楽団の注目を集める。1983年20世紀最高の、ソプラノ歌手の一人と言われるエリザベート・シュバルツコップフ、の、 マスタークラスで伴奏と通訳を務める。ピアノを黒沢愛子、瀬川恵子、野呂愛子、小林道をクラウスシルで、歌曲伴奏法及び室内楽をギュンター・バイセンボルンの各紙に指示。数回のリサイタルのほかに著名な演奏家との共演が多く、その音楽に対する豊かな感受性、鋭い分析力を踏まえた緻密な演奏は高く評価されている。 1973年から2003年、東京芸術大学非常勤講師、歌曲伴奏法の講座を担当。1977年から1993年、埼玉大学女教授。1993年から2007年埼玉大学教育学部教授、音楽教育講座で、更新の指導にあたる。2004年から2007年東方音楽。 大学大学院で伴奏法、ピアノアンサンブル、室内楽を担当。2008年 NHK 毎日新聞社主催の日本音楽コンクールの審査員を務める。2011年から2013年5回にわたるモーツァルトピアノソナタ連続演奏会を行う。2012年日本音楽表現学会においてモーツァルトのピアノ曲の演奏法についての講演と演奏を行う。 2015年現在、宇都宮市在住。妻は、宇都宮市教育委員長。2014年8月6日、京仙沼市で、東日本大震災支援チャリティーコンサートを開催。埼玉大学名誉教授。東京芸術大学同性会栃木県支部会長。日本演奏連盟会員。ABCKO 義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団。 第89回定期演奏会パンフレットハット AB。平成27年2月24日。ナンバー3098回2014から2015年度。宇都宮ロータリークラブ。2020年2月19日閲覧。ABCDEFG。大場春一ピアノリサイタル。ミリオンコンサート協会。2020年2月19日閲覧。ABC。大場春一。 リサーチマップ2020年2月19日閲覧会員名簿日本演奏連盟2020年2月19日閲覧ありがとうございます